お疲れ様です今回ですね商売の基本というならば FX の基本だけどもうほとんどの方がこれをすっ飛ばしてなんとか勝とうと思ってるだから私はねものすごく安泰だと思います結局めんどくさがってやらないんですよでなんかね稼いでる人のそばに行ったら自分も同じような力がついたって思うんですけども思うだけではダメですねやっぱり稼いでる人と同じ 頭の中に材料を持たないといけないんですよ。例えばこれ。ね。ローソく足ってやつです。基本的にはローソク足。この一本で語られるんですけども、でも同じようなローソク足でも、似たような形ね。まあ、これだけバリエーションがあるんですよ。で、これに対して一つ一つ、その特徴が説明できますかとかね。その名称を言えますかっていうことだけでも、もうね、力がばらつくんですよ。いや、これはね、 まあ、小学校1年生レベルとは言いませんけども、FX に1万円でもお金を入れるんだったら、これは分からないとダメですよ。ね。まあ、これが、陰線だとか、要線だとかっていうね、それどっちなんだっていうね、ツッコミはもういいですから。例えば陰線でいいです。全部陰線。全部陰線だったらどうなんですかこの、大きな、大陰線っていうわけですけども、大きめの陰線ね。これはどういう、 特徴を示してますかそして今後どういう動きをすると思いますかってことですよね。陰線。ね。ロうソク足ってのは、このように、1本でそれぞれ別の特徴を示すものもあれば、2本組み合わさって別の特徴を示すものもあります。3本の組み合わせで示すものもありますし、4本での組み合わせで示すものもあるんですよ。ね。ということは、ロうソク足だけでも、簡単に、 たった一本シングルで特徴を示すものがこうやってバンって出た時にこれが分からなければね2本の組み合わせ3本の組み合わせましてやチャートっていうこの波みたいな流れねローソク足一本一本の意味が分からないのにその集合体のこの波が分かるわけがないんですよねということはねこいつたちは勝てないんですよこういうことをきちんと学んできた人そして学んだ上で現場で デモトレーニングをしてきた人、少学トレーニングをしてきた人、そして生き残った人の完全勝利じゃないですか、これは、うん。だからね、FX に希望があるのはその通りなんですよ。でも、希望を現実にするためには、一歩一歩踏み越えていかないといけないものがあるってことですよね。FX でこれ、専門的でどうしようもない高度なことを言ってるわけじゃないですよ。いや、あの、 FX やってる人で、成績を出してる人で、これ答えられない人いないですよ。この程度のことは。ねというところから始まっております。つまりは、どんな質問が来ても、例えば年間1000万円レベルの質問だったら、私は全部回答できるんですよ。だから私についていけば、ついてくれば、年間1000万プレイヤーには、これはなることができます。2000万だと、ちょっとね、 センスが問われるところもあると思いますけどね。3000万だと私ではちょっと指導力がないです。まあそういった形で指導者にも力量があるわけなんですよ。もちろんその力量っていうのは知識量だけじゃないんですよ。サポートするために意欲を失わずに労力がかけれるかって問題があります。力がある講師でも教えるのがめんどくさいとかね、サポートがまちまちとか連絡がつきにくいって人は、まあこれは講師としては全然ダメでしょうね。失格でしょうね。 商品売り逃げすすのがいいとこですよだからなんかこうある意味おせっかいですよねもう人にも勝ってもらいたくてしょうがないと自分の理解した FX の理屈を他の人にもこ、ね、分かってもらいたくて言ってみれば俺すごいここまで分かってるんだよっていうふうに自慢してくてしょうがない人の方がまだね成績出やすいと思いますよというとこですねどんなことでもそうなんですけども ものすごい基本的なことをやらずに何とかしようと思ってるでしょう。自分だけはそのめんどくさいことをすっ飛ばしていると思うんですよ。結局はね、成功者って共通の概念を持ってるんですよ。FX で勝てる人。ね、こんなことで悩まないですよ。だから勝てるわけですからね。い <laughs> ってらっしゃい。